今回紹介する新カタペテル専用パーツは、車の修理によっては純正で装着されているあの定番パーツです。どうも、サンマイプロデュースのジンです。今回は当店で超人気商品、新カタペテル専用パーツウィンドウドリームを紹介していきたいと思います。こちらの商品は販売開始直後から大好評いただきました。新カタペテル純正の状態でメッキ系シルバー系の部分は少しありますよね。部分でアクセントになっていますよね。例えば Z クエードの特徴的なところはこちらのメッキサイドガニッシュですね。フォントもシルバー系パーツ純正で装着されていますね。スタイリッシュで上品な格好さがありますよね。ウィンドウ部分にシルバーのアクセントを追加することでサイドビューが引き締まり、よりハイグレードな見た目にグレードアップすることができます。 Z グレードに装着されている純正サイドメッキガニッシュとも相性が良く、抜群の一体感を演出します。シンプルなデザインになっているので派手派手しいドレスアップが苦手の方にもおすすめですよ。カラーはおなじみの表面仕上げと、今回はツヤ感を抑えたサテンシルバーカラーの2色をラインナップしており、お客様の好みに合ったドレスアップをすることができます。装着方法も両面テープで貼り付けるだけなので、初めて車をカスタムする方でも簡単に装着することができます。両面テープで貼るだけで剥がれたりしないか心配な方もいると思います。ですがご安心ください。当店の開発スタッフが実際にデモカーを使用して何度もフィッティング確認を行い、両面テープの高さまで細かく調整しているので、剥がれる心配もなく安心してお取り付けいただけます。新カタペテルは人気車種なので、納車までにかなりの時間がかかる方も多いと思います。そんな方のために当店では新カタペテルパーツ限定で、万が一配送時などに変形してしまい形状が合わない場合は、商品到着から6ヶ月の間は交換対応を行っています。納車前でも安心してご購入いただけます。裏面の両面テープの赤いフィルムを剥がされますと、保証期間内であっても保証対象外になってしまいますので、必ず両面テープの赤いフィルムを剥がす前にフィッティング確認を行ってください。次にカラーの紹介をしていきます。こちらのパーツは先ほど紹介したように表面仕上げとサテンシルバーの2種類からお選びいただけます。表面仕上げは純正メッキ部分と相性が良く、元からついていたかのような自然な一体感を演出します。サテンシルバーはきらめきを抑えており、シクなメタル感があり、他にない落ち着いた個性のある見た目に変化させることができます。次に商品の使用素材を紹介していきます。こちらのパーツは高品質ステンレスササマルを使用して作成しています。初めて聞いた方もいると思うので、簡単に分かりやすくポイントを説明していきます。雨の日などに水分が付着してしまって、徐々に錆びていかないか心配になりますよね。ですがご安心ください。こちらの素材は耐食性に作れているため、基本的には錆びにくくなっています。環境や手入れ方法によっては車体と同様に錆びが出てしまう場合もあるので、手入れなどは慎重に適切な方法で行ってください。ポコは定期的に洗浄剤ときれいなクロスで汚れを拭き取って、最後にワックスをかけてパーツを保護します。そして耐久性にも優れているので、末永くきれいな状態を保つことができます。お客様に取り付けてから7年くらい経ったものを見せていただいた動画もあるので、耐久性については気になる方はぜひチェックしてみてください。次に装着の両面テープは超強力なものを使用しているので、パーツが剥がれ落ちる心配も一切ございません。取り付け工程の中でガチッと圧着が特に大事になってくるので、この2つの工程はしっかり行ってください。もちろん全工程重要なんですけどね。基本的には両面テープで貼るだけで剥がれる心配ないですが、よりお客様に安心していただけるようにスリムプライマーという粘着促進剤も付属しています。こちらは取り扱いの際に注意点があるので、使用の際は必ず説明書を読んでから作業を行ってください。それでも不安と思う方は、当店が投稿している取り付け動画もご覧ください。パーツの説明書も付属しているので、そちらもしっかり読んでから作業を行ってください。
それでは最後にいろいろ角度から取り付けイメージをご覧ください。いかがだったでしょうか。こちら商品はサンマイプロデュース各店舗で販売しているので、気になる方はぜひ概要欄にあるリンクからチェックしてみてください。それでは最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。